吉鶴健治は、鹿児島県鹿児島市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は福岡ソフトバンクホークスの一軍、バッテリーコーチを務めている。鹿児島商工高校時代は、甲子園に3回出場。高校では中日でも同僚となる大西隆之とチームメイトだった。その後、社会人のトヨタ自動車に入社。都市対抗野球には2年目に補強。 三年目には、自チームで出場して、高橋健ともバッテリーを組んだ。1992年度ドラフト会議にて、中日ドラゴンズから4位指名を受けて入団。しかし、当時、中村岳、矢野照弘の壁は厚く3番手止まりで、出番は、ほとんどなく、1996年途中に、内藤直行、森博史にとの交換トレードで、与田剛と共に、 千葉ロッテマリーンズへ移籍。移籍した当初は3番手止まりだったが、当時の正捕手争いのメインであった、上爪正彦と田村藤夫が、同シーズン終了後に揃って、チームを離れ、控え捕手の山中清が引退したため、翌1997年は、当時入団したばかりの大学ナンバーワンと評価された、清水商会と共に併用される形で起用された。 清水が守備の評価が高い反面、打撃が弱く、チームも頻打に苦しみがちで打撃が、売りの吉鶴が一番手星として、マスクを被った。98年には、初の開幕スタメンを勝ち取りし、宅組、福沢洋一の再対等はあったものの引き続き一番手星をキープしたが、この2年チームは最下位に沈む。 連敗を18で止めた7月9日の神戸のオリックス戦では先発して1号ホームランを含む3、安打を打った。1999年は打撃好調で、県安の通る位相指率に改善が見られた。3番手以降の保守に大きく、差をつけるなどチームの4位浮上にも貢献したが、ライバル清水も打撃に改善が見られ2番手保守となる。2000年には同じ打撃型、 橋本進の対等があり、自身の打撃も不調だったため3番手に降格する。さらに2001年には、保守としての出番はなく、入団して、依頼自己最小の出場数となる。2002年には、外野手転向を余儀なくされ、同じく一軍で、ほぼ出番がなくその年限りで現役を引退。引退後は、千葉ロッテマリーンズの2軍バッテリーコーチ、1軍バッテリーコーチ、 一軍バッテリーコーチ補佐などを歴任し、2013年度より二軍育成コーチに就任。選手としては優勝は愚か A クラスの縁も薄かったが、コーチとしては一軍で日本一を一度、二軍で二度の優勝に立ち会っている。2016年11月5日に福岡ソフトバンクホークスの三軍バッテリーコーチに就任し、2018年より一軍バッテリーコーチに就任した。 ありがとうございます。